鳥居みゆき、節制と無縁の私生活を明かす、禁煙したくないし、フライドポテトと、唐揚げは絶対。お笑いタレントの鳥居みゆきが12日、東京、西武池袋本店で初日を迎えた、鳥居みゆき展、鳥部百貨店、24日まで、同所の囲み会見に出席した。本店は、デザイナー、朝藤リム氏とのユニット、ターリム、トリムのセカンドコレクション。最新作のワンピースや T シャツなどの即売や予約受付も行う。鳥居は新作のワンピース姿で登場し、素敵なお洋服がいっぱいできました。テーマは、平行世界と擬態ですとアピール。リムさんは、こういうの作りたいって思ったら、あれで通じる熟年夫婦です。あ、もう、実生活では夫婦じゃなくなったけど。でも、元夫にも LINE してみようかなと語り、笑いを誘った。お笑いの活動に加え、最近では、自身のブランドのモデルとして、ランウェイも経験しているが、だけどね、禁煙したくないし、毎日フライドポテトと、唐揚げは絶対だから。全然タバコもやめてないし、と、自然体な様子で明かした。本店テーマにちなみ、擬態したいものを聞かれると、22年の出演番組で、3年前に離婚していたことを発表したことから、寂しいんで。結婚生活で幸せだった頃に擬態したいかなと、ぽつり。夜な夜な寂しさを紛らわすために創作活動をしたりしてます。だけど、今も幸せです。復縁はしたくないとあっけらかんと語っていた。